ポルシェ・ボクスター、ボクスター、バクスターは、ドイツの自動車メーカーポルシェが製造、販売するロードスターである。初代ボクスターは、1993年のデトロイトオートショーで発表された、コンセプトカー、プロトタイプボクスターの市販車として1996年に登場。ポルシェ968の後継機ではあるが、直列4気筒エンジンの FR 方式を止め、 新規開発された M96 水平対抗6、気筒エンジンをミッドシップに搭載している。ポルシェの市販されたミッドシップ車は914以来、ただし914はフォルクスワーゲンとのダブルネーム20年ぶりである。名前の由来は水平対抗エンジンを表す、ボクサー、ボクサーと、ポルシェのオープンモデルの呼び名である、スピードスター、スピードスターを掛け合わせた造語。 価格帯や搭載されるエンジン、そしてポルシェ911に配慮して抑えられた人出力によりエントリーモデルとしての性格が与えられている。2005年にはドイツの国際的第三者試験認証機関 TV 技術検査協会 TUF が発行した自動車に関するテストレポートにおいて故障率2.6%と最も故障が少ない車として認められた。 ボクスターと同じ車例2から3年のグループでは、マツダデミオ、故障率2.8%が2位、アウディ A4、故障率3.2%が3位にランクインしている。なお、日本においては、ボクスターは996型911と共に、1998年に設立されたポルシェの日本法人である、ポルシェジャパンが初めて取り扱った車種である。 968までの FR モデルと違い、996型、911と共通部品が多く、部品番号が996となっている部品が多数存在する。A ピラーより前方は996型と共用化が図られ、フロントのストラット式サスペンション構造は996型と全く同じである。しかし、996型比で、 全幅はプラス 10mm、全長と前高はマイナス 15mm、ホイールベースはプラス 65mm と、車体サイズは大きく異なる。ボディのねじれ合成は、ソフトトップを開けた状態で11000ナノメートル、デグ、ソフトトップを閉じた状態で12500ナノメートル、デグであり、993型の911、カブり折れ比べて1.55倍も高くなっている。 車両重量は996型911。彼らよりも 100kg、軽い線 250kg に抑えている。ソフトトップを閉じた状態で CD10.31 と優秀な空気抵抗係数、達成している。リアトランクの後ろには、電動式、リアスポイラーが装備され、時速 120km 以上で立ち上がり、空気抵抗を4%、 リアアクスルのリフトを31%低減する。スポイラーは時速 80km 以下で格納されるが、運転席側の足元にあるスイッチで手動操作も可能。プラスチック製のアンダーボディパネルは空気抵抗を10%低減し、リアのリフトを33%も減らす働きをする。トランクは前後に備わっており、容量は合計260リットル、フロント、 リアとも130リットル。スペアタイヤと車載工具、CD チェンジャーはフロントトランクに収納されている。ビニール製、リアウィンドウのソフトトップは12秒で格納。展開を行う、電動式だが、ロック操作のみ手動。潤滑はドライサンプだが、インテグレーテッド,ドライサンプと呼ばれる方式を採用。エンジン外部の独立オイルタンクを持たず、 通常のオイルパンの位置にオイルリザーバータンクを置している。またエンジンの回転数に応じて、ツインフロー貨幣インテークマニホールドのフラップが開閉される2ステージレゾナンスインテークシステムを搭載。低重心の水平対向6気筒エンジンを搭載し、ボディカブはカバーされ完全なフラット状態を作り上げている。2480cc206PS エンジンの ボクスターのみのラインナップだった。最高速時速 240km。ポルシェ968から引き続き、可変バルブタイミング機構、バリオカムを採用している。グレードは、ベーシック、コンフォート、スポーツの3種類をラインナップ。スポーツグレードには、トラクションコントロールのオフスイッチとスポーツサスペンションが設定されていた。1997年式のスポーツグレードは、 ティプトロニック S で725万円であり、2000年式のボクスター S よりも高額であった。ベーシックグレードに標準装着されたタイヤとホイールサイズは、フロント205、55ZR16、リア225、50ZR16 であった。LSD の設定は986モデルではなく、デフオイルはトランスミッションオイルと共用されている。デュアルエアバッグ。 衝撃吸収ドアパネルで構成される、側面衝突プロテクションシステム ABS を標準装着。2000年モデルから標準車のボックスターのエンジンは、ストロークが 72mm から 78mm になり、排気量は 2687cc に拡大。最高出力は 220pES となった。2ステージ式共鳴吸気システムが採用され、 これにより 4200rpm 以下のトルクカーブが2.5リットルユニットに比べはるかに豊かになった。エンジンマネジメントシステムは2.5リットルユニットのボッシュモトロニック m 5 2からモトロニック ME7.2 となり、電子制御スロットル、トルクベース制御が採用された。燃料タンクは58リットルから64リットルに増量された。標準シートにアルカンから インテリアにアルミ風樹脂製パーツを採用するなど、内装の質感アップが図られた。その他、新しい3本、スポークステアリング、助手席シートのハイト調整機構、照明付き場にティミラーも装備された。安全面では、パシップ、サイドやバッグが標準装備された。重量は 30kg 重くなった。新たに cc、3179cc252。 D s エンジン6速トランスミッションを積む、ボクスター S が設定された。ベースモデルとの差別化は以下の通り、重量は 1370kg、また S モデルにのみ、ソフトトップにルーフライニングが施され、車内騒音が2から3デシベル低下した。2001年モデルでは、シフトレバーとドアオープナーがアルミタイプに変更され、インテリア照明の LED 化、 メーター内ディスプレイの大型化、ベーシックモデルのソフトトップにもルーフイニング追加、ワイヤー式だった前後トランクオープナースイッチが電気式になるなど、さらなる変更を受けている。またエンジンでは2.7リットル、3.2リットルともに騒音低減のため、クランクシャフトとインターミディエートシャフトを結ぶダブルローラーチェーンがサイレントチェーンに変更された。排気系では、 ユーロ産配ガス規制対応するため、車載診断システムやアブドと新型触媒コンバータが装着された。足回りでは、ポルシェスタビリティマネジメント PSM がオプションとして用意された。2002年モデルからは、メーカーオプションとして、坊主サウンドシステムが用意された。BR911 ターボと911ターボ S、開演ターボに標準装備されていた。 このシステムの内容は、カスタムイコライゼーション回路内蔵6、チャンネルデジタルアンプ、スピーカーの増設、ダッシュボードに3.5インミッドレンジスピーカーに、2インツイーター、左右ドアパネル、4.5イン、ローミッドレンジスピーカー内蔵5リッターポート付き、エンクロージャー、シート後方部、5.25インウーファーに、2.5インミッドレンジスピーカー内蔵11リッターポート付き、エンクロージャー、 ノイズ補正デパイス、オーディオプイレットなどがあった。BR なお坊主サウンドシステムは、工場組み立てラインで装着することを前提に、開発されているため、アフターパーツとしての販売はされていない。その他、サプライヤー企業の開発で、燃料フィルターレギュレーターが、燃料ポンプに一体化されて、燃料タンクに収まったことにより、燃料系統のリターンラインと床下の、 燃料フィルター廃止された。大幅なマイナーチェンジを受けた986最終モデル。エンジンでは、カムシャフト回転角を最大40度まで無段階調整ができるようになった新型のバリオカムを採用し、ボクスター、ボクスター S ともに 8PS アップ。インターミディエートシャフトと、吸気側と、排気側カムシャフトが1本のタイミングチェーンで駆動されるようになり、 カムシャフト駆動機構がシンプル化された。また、シリンダーライナーカタンにバイパスチャンネルも設置され、クランクケース内で燃焼ガスが循環しやすくなり、ピストンの往復運動によるポンピングロスが減少した。ソフトトップが改良され、リアウィンドウがビニールから熱線入り安全ガラス製に変わり、ソフトトップの骨組みも天井部骨組みが一本追加された変更された。 ソフトトップの改良による空力改善も行われた。新デザインの17インチアルミホイール、ボクスターエースに標準装備はトータルで 2kg 以上軽量化され、さらにオプションの18インチホイールは4本合計で 10kg 以上もの軽量化を果たしている。前後バンパーの形状変更、ウインカーのクリアレインズ化、マフラー形状の変更など、 エクステリアの変更も多い。ユーティリティでは、エアコン操作部に引き出し式ドリンクホルダーが装され、助手席、エアバッグ下に、容量5リットルのグローブボックスが装着された。2003年に、日本限定で発売された50代限定車。2002年の、第35回東京モーターショーで展示された、特別装備車同様、エクスクルーシブオプションを装着したモデル。車体色は、 スピードイエローのみのラインナップとされ、17インチのスポーツクラシックホイールのスポークやロールバーも同色に塗装されている。専用装備として、スピードスターアリアカバー、バックスターエクスクルーシブのロゴ入りドアエントリーガードを装着。5速 MT622 万円。5速ティプトロニック S682 万円。550スパイダーのデビュー50周年を記念した。 限定車として2003年を発売。彼ら GT と同じ GT シルバーメタリックのボディカラー。専用色のココアブラウンのソフトトップと内装を合わせ、シックな装いになっている。ボクスター S の 3179cc 水平対向6気筒エンジンをベースとし 266PS6200rpm31.6kgm4600rpm まで。 パワーアップ。これにより、最高速は、ボクスター S の時速 264km から時速 266km へと向上している。MT のシフトストロークを15%短縮。サスペンションの見直しによる 10mm ーダウン。スタビライザーの強化。体型。ドリルドローターと4ピストン内蔵アルミ製。モノブロックキャリパーよるブレーキ強化。 18インチのカレラホイールなどのチューニングが施されている。内外装にはシートヒーター内蔵のスポーツシートや本革巻き3本、スポークステアリングホイー、ダイナミックレベライザーとヘッドライトクリーニングシステムを一体化したリトロニックヘッドライトが採用された。550スパイダーの1953年デビューに、ちなんで1953台が生産され、 日本には61台導入された、6足 MT733 万円、5足 Tiptronic S793 万円、2004年秋のパリサロンで発表された第2世代、ボクスター、997型911と並行して開発され、部品点数にして50%から55%を997型と共有しており、 シャシーは986型と同じ。ヘッドライトは986型のような涙目型ではなく、911、997型と彼ら GT の中間のようなやや尖った楕円型に変更された。フルモデルチェンジにより、ボディ剛性や足回り、内外装、すべてにおいて、先代986型をしのぐ実力を有している。 987型のボクスターは2005年に発売されたケーマンのベースとなった。側面の空気取り入れ口はデザイン上は拡大されているが実行サイズとしては986型と普遍であり、右側は電動半経由でエンジンルームの換気に使用され、左側はエンジン本体の吸気用である。フロントサスペンションには新設計のクロスバーが装着され、 リアサスペンションは軽量化と、横合成の向上が図られた。トレッドも 24mm から 35mm 拡大、使用に許された。また、時速 50km までなら、走行中でも、電動ソフトトップの開閉が行えるようになった。ただし、ロック操作は依然として手動。PSM、ポルシェスタビリティマネージメントシステムと呼ばれる横滑り。 防止システムが986ではオプション設定であったが987では標準装備になった。このシステムは手動でオンとオフができ、またスポーツクロのシステムを装備すればその作動基準を引き上げることができるようになった。PSM とは走行中に危険な状況になった場合に車の姿勢を安定させるシステムでコンピュータが自動車の進行方向。 車速、要レート、横 G などを常に計測し、オーバーステアもしくはアンダーステアが発生すると、PSM は4輪個別にブレーキをかけて、本来の走行ラインに戻すように採用する。さらに、パザム・ポルシェアクティブサスペンションマネージメントをオプションで追加が可能。このシステムは、加速度や、総打角、車速やエンジン出力などをパラメーターに、コンピューター制御で、 ショックアブソーバーの減衰力を5段階に自動調整するシステム。ノーマルとスポーツの2モードを選べ、それぞれのモードの中で減衰力を無段階に4輪独立で制御す。一般的なアクティブサスペンションというよりはアクティブダンパーのような動作となり、高速走行性のみならず、市街地での乗り心地を大幅に改善した。スポーツクロのパッケージはノーマルとスポーツにより、 二種類の専用のスロットル制御マップを変更し、エンジンレスポンスを飛躍的に向上させるとともに、パザムの作動基準を引き上げ、ダンパーを大幅に固くセッティングするシステム。また、ダッシュボード上に1、100秒までタイム計測が可能なアナログメーターとデジタルメーターが一体、なったディスプレイが追加される。2006年11月22日には、 生産台数が20万台に到達。20万台目の車両は、メテオグレーメタリックのボクスター S で、米国へ輸出された。ボクスター S の米国での価格は54万7千ドルに、設定されていた。986型とほぼ同等のサイズ、全長で10ミリメートル、全幅で20ミリメートルの拡大、また同様のラインナップながら、 ボクスターの 2687cc は 12PS、ボクスター S の 3179cc は 20PS のパワーアップがなされている。トランスミッションは、ボクスター S が6速 MT、ボクスターが5速 MT という設定であったが、ボクスターにもオプションとして6速 MT が設定さた。タイヤサイズは、ボクスターも17インチが標準となり、フロント205、 55から17、リア235、50から17が装着された。ボクスター S には18インチのみとなり、フロント235、40から18、リア265、40から18が設定された。K マンに設定された19インチは設定されなかった。ボクスター S では、ブレーキディスクにセラミック複合材を用いた PCCB、B ポルシェセラミックコンポジットブレーキをオプションで追加が可能になった。2007年モデルよりボクスター、ボクスター S は可変バルブシステムと可変バルブリフトシステムを一体化したバリオカムプラスに進化。2687cc は 245PS に、またボクスター S は K1S と同じ 3436cc295PS エンジンを搭載した。 例時速 100km 加速は5.4秒、最高速時速 275km。限定発売された RS60 スパイダーやポルシェデザインエディション2では 303PS に至った。ポルシェはその設計性能に見合った条件で各社にパーツを作らせ、その中から選別をして、毎年パーツや車両を改良するモデルイヤー製を用いているが、 ほぼすべての車はブレーキがブレンボ、サスペンションはビルシュタイン、ホイールは BBS、シートはレカロ、トランスミッションはゲトラグ、アイシン、ただしアイシン6速はポルシェの設計となっている。2008年11月19日、ロサンゼルスモーターショーにてマイナーチェンジを発表。エンジンが新型になり、排気量では スタンダードのボクスターが 2892cc に引き上げられ最高出力が 10PS アップ。ボクスター S は 3436cc のままだが 15PS アップした。ヘッドランプのロービームが HID 化された。またテールライトは LED に変わり、フォグランプやバンパー、ホイールなどのデザインも変更。また、AT モデルでは従来のティプトロニック S から。 デュアルクラッチトランスミッション PDK が新たに採用され、クラディオン製カーナビゲーションが標準装備されることになった。オプションで機械式 LSD 装着も選択できるようになった。ポルシェ 718RS60 スパイダーをモチーフにした987型ボクスター S の限定モデル。2007年12月のボローニャモーターショーで発表され、 限定数1960台のうち37台が日本に導入された。車体色は GT シルバーメタリックの一色のみだが、カレラレッドのナチュラルレザーインテリアとレッドのソフトトップ、またはダークグレーナチュラルレザーインテリアとブラックソフト,トップが選択できた。専用のエグゾーストシステムとデュアルテールパイプにより、最高出力は 303PS までアップ。また、 ポルシェアクティブサスペンションマネージメントシステム、パザムとポルシェスポーツデザイン製19インホイールにより、足回りの装備も充実している。日本仕様では、バイキセノンヘッドライトシステムとシートヒーター、フルオートエアコンディショナーを、標準装。6速 MT872 万円、5速ティプトロニック S914 万円。k n s ポルシェデザインエディション1と、 ボクスター RS60 スパイダーの反響を受けて2008年に誕生した987型ボクスター S の限定モデル。限定数500台のうち10台が日本に導入された。キャララホワイトの車体にはグレーのストライプがサイドに入れられる。ルーフやレザーパーツには全体をクラシックな雰囲気に仕上げるトーングレーとブラックが設定されていた。 RS60 スパイラーと同じく最高出力は 303PS まで高められ、19インスタースポークホイール、サイドエアインテーク、センターコンソール、レッドテールライト、ホワイトの3連丸型メーターが装着されている。日本仕様では、バイキセノンヘッドライトシステムとシートヒーター、スポーツクロノパッケージ、ポルシェアクティブサスペンションマネジメントシステム、パザムを、標準装備、 ホワイトのレブカウンターとスピードメーターをモチーフとしたオリジナルウォッチポルシェボクスターエースポルシェデザインエディションにクロノグラフがアクセサリーとして設されていた5足ティプトロニック S156 万円2009年12月のローサンゼルスモーターショーで発表されたボクスターの上位モデルボクスタースパイダーはオープン走行を大前提に開発されたモデルで軽量化 パワー、そして高効率を追求したポルシェのスポーツカーの伝統を最もピュアな形に具現化したオープンカーとしてデビューした。2010年2月にヨーロッパ市場から導入が開始され、日本では2010年秋からの導入となる。限定モデルであった550スパイダーエディションや RS60 スパイダーとは違い、ボクスタースパイダーは通常モデルとしてラインナップされた。 低く抑えられたフロントウィンドスクリーンとサイドウィンドウ、ワンピースのリアリッドの二つの大きな隆起が彼ら GT のシルエットを彷彿させる。また、簡易的構造のソフトトップになっていることもボクスタースパイダーの特徴である。ボクスタースパイダーにはダイレクトフューエルインジェクション方式の 3436cc 水平対向6気筒エンジンが搭載され、最高出力は K-1S と同じく 320PS となっている。パワーとウェイトレシオ、MT は 3.98kg、PS、また、ボクスター S 以上の低重心化、ボクスター S ー比 -25mm と軽量化、ボクスター S 比 -115kg、MT、完全新設計のスポーツサスペンション、ボクスター S ー比 -20mm が与えられ、走行性能も、 大幅に上がっている。PDK よびスポーツクロのパッケージを装備したボクスタースパイダーの場合、ローンチコントロールを使用した0時速 100km、加速は4.8秒。また、PDK 使用者のネットック、新ヨーロッパ走行サイクルによる燃費はわずか9.3リットル、100km となっている。オープン時の最高速度は時速 267km。 2011年1月のジュネーブ賞で発表された、ボクスター S の限定モデル。ボクスタースパイダーのパワーユニットが搭載され、ボクスター S より最高出力は 10PS 高い 320PS、7200rpm、最大トルクは10ナノメートル上回る370ナノメートル、4750rpm となっている。その他の変更点としては、リアサイドエアインテークグリル、 ツインテールパイプ、ロールオーバーバー、シフトレバー、PDK では、セレクターレバーの、トリムストリップなどのブラック塗装仕上げ、ステンレススチールドアエントリーガード、ブラックディションのゴ入りなどがある。987台の限定生産のうち日本での販売台数は25台となっており、2011年3月1日から予約が開始が開始された。6MT771 万円。 7PDK818 万円。2012年3月8日のジュネーブモーターショーで3代目となる981型ボクスターが発表された。これまでのボクスターと同様に911の991型と多くのパーツを共用している。車種の47%がアルミニウム化された。センタートンネル付近にはマグネシウム合金も使用され、 性的ねじれ剛性が40%向上している。ホイールベースは987と比較すると 60mm 延長され、フロントトレッドを 40mm、リアトレッドも 18mm ワイド化された。全長は 32mm 長くなり前高は 13mm 低くなった。重量は987型に対して、 ボクスターが 25kg 軽量化され 1310kgMT 仕様。ボクスター S が 35kg 軽量化され 1320kgMT 仕様となっている。外観の大きな変更は、やや角型となったランプ類とコンバーチブルリッドが廃止された頃、拡大されたサイドの空気取り入れ口である。サイドの空気取り入れ口はドアを含めた彫りの深い、 デザインに変更され、実行面積も拡大された。これはドアが991と共用でなくなったので可能になったデザインである。コンバーチブルリッドが廃止されたホロルは、システム全体で 12kg 軽量化され、ホロルの開閉も987型と比べて迅速化され9秒で可能となった。人力によるロック解除ロックの動作も不要となった。 フロントガラスは 100mm 前側に移動され、それに伴いダッシュボードの面積が広くなっている。エンジンは、ボクスターが987型に対して 200cc、縮小された水平対抗6気筒2.7リットルとなった。排気量は減少となったが、強度が上がったピストンの採用により圧縮率が高められ、最高出力は 10PS アップした 265PS。 六千七百 r p m 最大トルクは二百八十七メートル、四千五百から六千五百 r p m となった。ボクスター S の排気量は従来通り三点四リットルのままだが、最高出力は五 p s アップの三百十五 p s 六千七百 r p m 最大トルクは三百六十七メートルになった。トランスミッションは六速 MT と七速 PDK が用意され、 911に用意された7速、MT は重量増を避けると採用されなかった。燃費対策としてボクスター発の電動式パワーステが採用され、アイドリングストップ機能も搭載された。また、PDK 仕様の車両には空走時にクラッチを切ってエンジンをアイドリング状にする省エネ機構が導入された。これらの工夫により、 ボクスターの MT 仕様の燃費は8.2リットル 100km と987型と比較して12.8%の改善を実現した。室内空間は前後方向に 25mm 増とされており、居住性は改善している。ボクスター S のニュルブルクリンク北コースのラップタイムは7分58秒を記録し、987型ボクスター S より12秒早い。 ホロの構造を改善したことによりホロを閉めた状態での静粛性も改善している。ただしフロントガラスの変更に伴い、室内への風の巻き込みは987型より悪化している。オプションで搭載できるパザムについては、電子制御ダンパーのセンサーが991の倍と同じく2個から4個に増やされ、より細かい制御ができるようになった。 リア側のトランクは987型と比較して大幅に狭くなった。これはデザインの変更によるものである。リアウィングは987型と同じく可動式であるが、より効果の大きなデザインに変更された。330PS を発揮する3.4リットルエンジンを搭載したボックスター。日本市場へは2014年春に導入された。 パザム等が標準装備され、車高も 10mm 下げられた。詳細は K-MAN GTS に準じる。ソフトトップ開閉機構が非自動化となり、装備の見直しも含めて 1315kg に軽量化された。日本では2015年4月15日に予約受注が開始され、車両価格は1012万円とされた。エンジンは 911カレラ S 用の3.8リットルユニットを前後逆にして搭載した。最高出力は 10PS 低くなったが、ピークパワーの発生位置は700回転低い位置となった。日本仕様では標準にスポーツシートが搭載されたが、オプションでカーボン製のフルバケットシートも選択できた。トランスミッションは6速 MT のみの設定。 純粋なスポーツカーとしての走りを追求するために、電子制御式可変減衰力ダンパー、パザムの採用は見送られた。サスペンションは、ボクスター GTS のサスペンションをベースにして、スタビライザーやスプリングを強化したものが装着された。ブレーキについても、911カレライ S 用のブレーキが流用され、ダイナミックエンジンマウントやトルクベクタリングも標準採された。 パワーステのギアもバリアブルギアレシオである911ターボから同じものが導入された。以上、出展は2015年12月10日に982型ボクスターが発表された。社名は718ボクスターと変更された。なおケマンも718ケマンと新たな社名となった。エンジン出力による差別化をしなくなったため、 ケイマンとボクスターの上下関係は逆転され、ボクスターがケイマンの上位機種という位置づけになった。エンジンは水平対向4気筒ターボエンジンとなり、2リットルと2.5リットルモデルが用意され、それぞれ300馬力、350馬力とされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。